11月24日の宇野塾通信をお送りしています。世界経済は重力に逆らっている。それは7区は続かない。今日3日目ですね。長期金利の上昇など脅威は山積みしている。今日3日目です。ここにですね、リスクプレミアムって言葉が出てくるんですけど、リスクプレミアムとはリスクのある資産の期待収益率から無リスク資産の収益率を引いた差のことです。株式に投資するということは、つまり大きな値上がりを期待できる反面、値下がりする可能性も高く、そのブレの大きさを受け入れたということになります。じゃあ中に入りますね。財政のオーバー振る舞いは世界経済のシュガーラッシュに拍車をかけている。このシュガーラッシュっていうのは、シュガーラッシュっていうのは糖分の過剰摂取によって一時的に興奮状態になることをシュガーラッシュと言います。で、財政の大盤振る舞いは世界経済のシュガーラッシュに拍車をかけている。長期化する世界では財政赤字も持続不可能に見える。国際通貨基金 IMF によると、イギリス、フランス、イタリア、日本は2023年に GDP の 5% 程度の赤字を計上する可能性があるという。9月までの12ヶ月間のアメリカの赤字は、会計上の歪みを調整した後で GDP の 7.5%、 2022年半ばに予想されていた約2倍の2兆ドルという驚異的なものだった。失業率が低い今、このような借金は驚くほど無謀だ。ナポレオン戦争以降、豊かな世界の政府債務は GDP に占める割合がかつてないほど高くなっている。金利が低かった頃は膨大な借金もなんとかなった。金利が上昇した今、金利負担が予算を圧迫している。そのため長期金利の上昇はインフレ目標を掲げる中央銀行と各国政府の対立させる恐れがある。イエレン議長はすでに国債にはリスクプレミアムがないと主張せざるを得ないと感じており、パウエル FRB 議長は政府の財政圧迫を和らげるために利下げをしてインフレを放置することはないと主張している。今日2日目ですね。で、まあ結局財政の大盤振る舞いというのはパンデミックの時のね、景気刺激策で、まあ、世界の経済が好況になったわけですね。で、この好況はですね、まあ、2023年イギリス、フランス、イタリア、日本はね、2023年に GDP の 5% 程度の赤字を計上する可能性があるというわけですね。アメリカはこの9月までの12ヶ月間でなんと赤字が GDP の 7.5%、 2兆ドル の、まあ、赤字が増大しているというわけですね。で、失業率が低いけれども、この借金は未だかってないほどの金額だということを言っているわけですね。で、この金利が低ければ借金は問題ないんですけども、金利が上昇して今この金利負担は結構なインパクトになるだろうと、各国政府に対してですね、そういうことを言ってますね。